こんにちは、です。今回は107回薬座師国家試験攻略メソッドの第9回政虫の治療の解説動画をやっていきたいかなと思いますそれでは早速やっていきましょう問い11問目次のうち肺炎について誤っているものはどれか1番院内肺炎の起炎菌として MRSA 緑膿菌等が挙げられる 2番、MRSA の除菌薬としては、ムビロシンが用いられ、鼻喰に適用される。3番、マイコプラズマ肺炎には、マクロライド系抗生物質が用いられる。4番、クラミジアは、変性細胞内炎菌であり、エネルギー酸性系を有している。5番、サイトメガロウイルスは、ヒトヘルペスウイルスの一種であり、ヘルペスウイルス5型に分類されるということですね。 それでは答えに行ってみましょう。1番と2番と3番と5番は丸になります。そして4番がバツになります。リケッチャー肺炎は変性細胞内、起因菌であり、エネルギー酸性器を有しているということですね。えー、まあ、この答え的には生物にちょっと近いですね、えー、必須問題の問い4とかそういうのに出てきそうな。そんな問題でございます。 生物と治療はまあ密接な関係であるので、まあ、生物を理解していると、まあ、治療が解きやすくなってくる問題が増えてくるということなのでちゃんとやっておきましょうそれでは次いってみましょう問い12問目次のうちインフルエンザ結核について誤っているものはどれか2つ選べ1番ラニナミビルは吸入薬として用いられ A 型 B 型インフルエンザともに有効である2番小児ではインフルエンザの際は、N センスの投与は避けアセタミノヘンを用いる3番結核は人型結核菌の飛沫感染により発症する4番結核の検査に用いられるトマツ染色いいのトマツで、ね、染色検査は確定診断につながる 5番エタンブトールは副作用として第8脳神経障害がありめまいや難聴を生じるということですねそれでは答えにいってみましょう1番と2番と4番は丸になりますそして3番は×になります結核は人型結核菌の飛沫核感染により発症すると5番も×になりますストレフト板心は副作用として第8脳神経障害があり めま,いやなまずポイント飛沫感染飛沫核感染の違いは何ですかっていうところ、えー、衛星でも出てきますね、まあ、感染系としてすごく毎年出やすいところなので覚えておきましょうそして、えー、5番のストレプトマイシンの副作用基本的に結果 結核の副作用は、まあ、各薬剤どういうのがあるのかというところはポイントなんですが、まあ、ここ最近結核そんな出てないかなっていう印象ありますね結、まあ、核自体が発症する、えー、人口数が減少してるからっていうのもあると思うんですけどなかなかここ最近はないかなっていう印象でございますそれでは次いってみましょう問い13問目 次のうちバセドウ病に使用されない治療薬はどれか1番チアマゾール2番プロピルチオウラシル3番レボチロキシン4番プロプラノロール5番ヨーカナトリウムということですねそれでは答えにいってみましょう1番と2番と4番と5番は丸になりますそして3番は×になりますレボチロキシンは甲状腺機能低下症の 補助両方に用いられるということですね。まあ、効果的には逆かなと。いうところですね。結構こういったところ、あ、まあ、現場とか。でも注意しなきゃいけない。作用逆のやつつけ使っちゃいけないと禁忌でよっていうところですね。まあ、すごく身近な例で言うと、ベータつ刺激と遮断で呼吸器使ってるとか。 まああと呼吸器系疾患持ちながら心臓系、えー、疾患持ってる患者さんとかすごく気をつけなきゃいけないと呼吸器使ってるけど遮断の薬飲んでる時にどういった疾患なんだろうとかここはちゃんとドクターがあの見てるのだろうかとかそういったことの確認ですねはすごく重要な点かなと思います。 それでは次行ってみましょう。問い14問目次のうち甲状腺機能低下症について誤っているものはどれか1番慢性甲状腺炎や粘液水腫は女性に多く見られる2番症状として左生粘液水腫うつ病うつ症状などが現れる3番血中 TSH が上昇を示す4番抗チログロブリン抗体や抗腹 甲状腺ペルオキシダーゼ抗体が陽性を示す。5番副腎機能低下がある場合の補充は甲状腺ホルモン副腎必須ホルモンの順に行うということですねそれでは答えにいってみましょう1番と2番と3番と4番は丸になりますそして5番が×になります副腎機能低下がある場合の補充は 人必須ホルモン、甲状腺ホルモンの順に行うということですね。基本的に、えー、ホルモン関係の治療の問題だとか、生物の問題だとか、まあ、毎年1問は確実に出ますね。皆さんが苦手な範囲というところでしょうか。こういったところはまあ注意が必要かなというところですね。基本的に、えー 急性期かな。多いのは。あんまり、超急性期、急性期、あんま使わない病院にいるので、あれなんですけど。うん。まあ、特に、若い方、女性とか、まあ、そういったところで使われることが多いので、 注意ししていきましょうそれでは次いってみましょう。問い15問目次のうち褐色細胞腫の副作用について誤っているものはどれか1番高血圧2番頭痛3番発汗肩4番代謝更新5番低血糖ということですねそれでは答えにいってみましょう1番と2番と3番と4番は丸になります そして5番がになります。褐色細胞腫の代表的な副作用として高血圧頭痛発汗肩代謝更新高血糖が挙げられるということですね高血糖と低血糖の逆っていうところなんですが、まあ、どういったあの病態のものでだからこそ、えーまあ、こういったあの病態どういった、えー、過程で こういういになったのかっていうところを理解しておけば、まあ、そこから、えー、副作用につながっていくので、まあ、そこを、えー、広く理解することで答えにたどり着くと思うのでそういった勉強方法を心がけてやっていってください。はい、ということで今回は「107回薬剤師国家試験攻略メソッド」の第9回正模試の治療の解説動画でした。 それではご視聴ありがとうございます薬剤師国家試験攻略メソッドは以上で運営させていただいていますそのため皆様のご協力が必要になってきます MASA46494、ま、の YouTube チャンネル登録 Twitter フォローをよろしくお願いいたしますそれではまたお会いいたしましょう